あなたのお金を笑顔にする幸せのお金の専門家作家の本田健です。今回は何をやっても本気になれない中途半端だなぁと考えているあなたに送りたいと思います。今回のテーマは映画、本、漫画に触れるというのでお話していきたいと思います。もしあなたが今自分が中途半端だなぁと思ってたり、なかなか本気になれないなぁと思う時には、そういう環境にいるからだと思います。前回 自分がいる場所を間違えてはいけないって話をしましたが、なんで今そういう場所になってしまったかというと、普通に学校に行き、普通に就職したり、何も考えずに今仕事を続けたので、そういうとこにいるんじゃないかと思います。そういうあなたのお勧めしたいのは、本、映画、あるいは漫画に触れるってことです。本を読むの苦手な人はぜひ漫画、あるいは映画をですね、僕をおす,すめしたいと思います。もちろん YouTube なんかでもいいと思うんですが、映画とかの方が、 え、ちゃんと作り込まれているので、えー、人生を深く変えてくれるっていう意味では、僕は映画はいいと思います。この映画に関してですけども、えー、例えば海外の映画でも構いませんし、日本の映画でも構いませんし、あるいは昔のこのことをテーマにした映画でもいいかもしれません。で、それはどんなジャンルのものでも構いません。SF でも構いませんし、何か電気ものでも構いませんし、えー、とにかく、その自分の今の状態にカツを入れてくれるようなもんだったり、 あるいは新しい刺激を与えてくれるもんだったらどういうもんだもいいと思います。僕は20代の時にたくさん映画を見ました。あの時はちょうどビデオがまだですね、まだあんまり個人でこう見られるような段階というか、レンタルビデオ屋さんがちょうど出始めた時だったと思います。その前はですね、映画の名画座っていうのがありまして、1日3本4本映画をやってるところにもう目が充血しながら目薬を持って、 そういういに通ったたりとかしましまけど、今はねットフリックスとかいろいろありますしその見放題だったりとかするので値段もねだいぶ安く見れるようになったと思いますがいろんなサイトとかで調べて人生を変えてくれるような名画そういったものをできるだけ見ていただきたいというふうに思います。それは例えば100年前の人かもしれないしついこの間の人かもしれません。 電気的な映画っていうのは大抵めちゃくちゃすごい人が出てくると思いますけどもそういっためちゃくちゃすごい歴史上の人物のような人も実は僕たちと同じように悩み苦しみそしてその中から絶望からですね立ち上がってすごい業績を上げたんだと思いますがそういうものすごい人からも刺激を受けられますし映画の場合はごくごく普通の人そういった人が何かを成し遂げていくそういうものを見ることで 自分も何かやってみようっていう気持ちになるかもしれません。で、その映画のすごいところ、あるいは漫画とか本もそうなんですけれども、普段自分が体験しているような世界とは全く違う、例えば文化、あるいは分野、あるいは国、時代、そういった人たちのエッセンスに触れることで、大いに刺激を受けられることだと思います。え、漫画も決して馬鹿にできないと思います。え、漫画の主人公の生き方とか、 セリフに人人生を変えててもらったったたいう人たちはたくさんいます。僕も育児専門に対してた時には漫画喫茶に入り浸って朝から晩までいたってこともよくあったんですけどお昼だけ家に帰ってまた夜ですね晩ご飯までずっと漫画喫茶にいて職業漫画喫茶通いみたいな時がありましたけど、まあ、それによってですね例えば僕の場合少女漫画とか、まあ、時間があったんでいろんな漫画を読んだんですけど結構やっぱ漫画も何て言うんでしょう 啓発される部分ってあるんですよね。まあそういった意味で、もしあなたが漫画が好きっていうのであれば、漫画でも全然いいと思います。映画でもいいですし、本でもいいですし、とにかく今のあなたの人生にこう刺激を与えるというか、深い部分から揺さぶられるような映画、作品に出会っていただきたいと思います。今あなたが本気で生きられない、あるいは中途半端だなっていう状態にいるときには、心が乾いてるからだと思うんですね。 あるいは湿ってるのかもしれません。いずれにしても自分がですね、心がワクワクしている、あるいは火がついてくる、あるいは人の感情を感じるためにはもっと熱く心が振動する必要があります。そういった意味では、主人公がめちゃくちゃ情熱的だったり、 あるいは自分と同じように、こう、しらけたような人が出てきたときに、もうあい、こいつ最悪。わ自分と似てる。みたいに思うかもしれませんし、いずれにしても、あなたの人生の深いところに刺激を与えている作品と出会うことで、自分のですね、人生が、え、劇的に変わっていくんじゃないかな、というふうに思います。僕は例えば好きな本のシリーズでいくと、坂本龍馬とか、そういうふうな、まあ今皆さんの多くが読んでらっしゃるような、ひょっとしたら、あなたも読んだことあるかもしれません。 そういった本を読んでみることによって、その当時はね、もう命をこうやりとりするっていうのが普通だったわけですが、まあ、そこまでじゃない現代でもうちょっと頑張ってみようっていう気持ちになったりしますよね。例えばそういうものかもしれませんし、ワンピースなんかでも構わないと思います。それを久しぶりに何年かぶりに読んでみると、全然違うところが響く可能性もありますよね。そういった意味で、そういった作品を読み返したり、あるいは新しい作品に触れることで、 あなたが、まだまだ自分はできてないな。もっとやってみたいな。そういうふうに自分の中にある本気度に火がつくとしたら、すごい価値があると思います。まあ、そうは言ってもですね、一つの本を読んだだけで、一本の映画を見ただけで、えー、漫画を読んだだけで、そんなに人が変わるものではないと思います。えー、けれども、そういった、なんていうんでしょう、しらけてるところから、どん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 そういう情熱の炎みたいな、えー、そういうふうなものに、こうですね、近づいていくに、えー、ためには、 やはりたくさんのこう情熱とか感動とかそういったものが必要だと思います今あなたが本気になれなかったりとかなんとなく中途半端だなと思うのは心がワクワクしたり感動したりそういったことが少ないからそうなっているんじゃないかと思いますもしあなたが小さい頃から健康的に生活していてそして自分にやりたいことを追いかけていって 本当に自分の心がワクワクすることに飛び込んでいくような人生を生きてたとしたら、そんなにしけてないと思います。あなたの心が湿ってたとしたら、それを乾かす必要があります。そのためにはぜひ、そういうおすすめの本、映画、漫画、そういったものに触れてみてください。よく感動するための20本とか、Google で調べたら出てきますよね。で、僕もたまにそういうのを調べるんですけども、まあ、外れのものもありますけど、 結構な確率で当たりが出てくると思います。えー、そういったものを参考するに嫌な人っていうのは外れたら嫌だなっていうふうに思うからだと思いますけど、まあ、僕にしてみれば本当に人生を変えてくれるような感動する一本出会うためには9本を外しても仕方がないかなというふうに思います。なので、えー、例えばおすすめの動画あるいは映画を10本見て9本が外れたとしても1本でも自分の心に響くようなものがあったら僕はその、えー、10本を見る価値があるんじゃないかなと いいうふうふに思いますなのでその一本の映画一、えー、冊の本一、えー、冊の漫画に出会うために、えー、その無駄あるいは遠回りをする、えー、これもありじゃないかなというふうに思います <music>、えー、IQ 的にはですね、えー、この一、えー、つの考え方一つの生き方、えー、そういったものが一人の人生を動かすってことは大いにありえると思いますなので、えー、本を読んだ数 あるいは作品を見た分だけあなたの情熱度っていうのは上がっていく可能性があります。なのでぜひ数をこなすってことを IQ 的に考えてみてください。本は1冊読むより100冊読んだ方がよりですね、いい本に当たる確率は増えてきます。映画も同じだと思います。なのでその自分が良さそうだなと、まあ途中から直感でぜひ選んでほしいと思いますけども、そのおすすめのサイトの10本の中からこれかなというのを直感でぜひ選んで、 見たり、読んだりしてみてください。数打てば必ず当たります。e 久的にはですね、人生で一本でも素晴らしい映画に当たる。人生で一冊でも心を震わせるような本と出会うっていうのは、僕は素晴らしいことだと思います。恩人という言葉がありますけど、僕は恩賞という言葉もあると思います。まあ、恩人と同じように本って意味ですよね。そういう人生で何度も何度も立ち返っていくような、 そういう本を僕も書きたいと思いますし、そういう本を見つけたあなたは幸せだと思います。なので、ぜひ、この自分の心を揺り動かすような、そういった本と出会いを求めていただきたいと思います。あなたが出会いを求めたら必ず、そういったものに出会えると僕は信じています。さて、ハッピーマネーワークの時間です。ぜひぜひぜひあなたの恩書、 えー、そして、えー、こう、恩を感じている映画、漫画、この本読んだら人生変わりますよっていうおすすめを、えー、書いてください、えー。今日はですね、今まで以上にコメント欄が大事です。あなたのおすすめ、これは絶対外さないっていう本とか映画とか、えー、こういったものをですね、一つだけじゃなくても構いません。何冊でも構いません。この本とこの本とこの本は人生変えてくれた。あれこの映画絶対読んでほしい。これ漫画だけど読んでほしい、えー。こういったことをですね、 自由にシェアしていただきたいと思いますし、他の人が書いているものもぜひね、読んでいただきたい、見ていただきたいと思います。えー、きっとあなたの人生を変えてくれると思います。コメント欄ぜひ皆さんお願いします。楽しみにしてます。この度、ハピーマネ会員をスタートすることになりました。ハピーマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せのお金について楽しく学ぶ、そういう風なプロジェクトです。 具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハッピーマネー実践ワーク。こういったものをお届けします。 これからグローバルに展開するハッピーマネー会員、幸せなお金について楽しく学びたいって方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。